昨日はちょっと頑張りすぎたから、今日は出撃までゆっくりしましょう。賛成や。一晩寝ただけやと疲れが取れん。おっすー、時間あるなら新曲のレコーディングするぜ、めぐみ。鬼や、鬼がおる。かやもり、取れた歌は真っ強くに渡してちょうだい。鬼や、鬼しかおらへん。出撃準備ができたらヘリポートに行きましょう。ヘリポートへ行くんだったわね。ねえ、あの二人、昨日の映画の。やっぱりそういう関係なのかな。おい、あんたもうちょっと離れて立ってくれねえか。俺は出撃準備ができたから待機しているだけだ。お前がどこかに行け。朝からさ、スモモが私を見る目が妙に生温かいんだよ。どうにかなんねえかな。アイリーンも妙な好奇の視線を俺に送ってきやがる。くそ。ヘイ、何を二人ともピリピリしてるのよ。もっとリラックスしていきましょう。誰のせいだと思ってる。ヘリポートへ行くんだったわね。準備はできましたか。待ってちょうだい。わかりました。準備はできましたか。イエス、準備万端よ。ではお気をつけて。今日はどんな撮影でござるか。命の尽きた死の山での冒険と、熱くて派手で爽快なバル。あと未知のキャンサーとの遭遇ね。そんなに都合よく未知のキャンサーがいんのか。そこは編集でなんとかするわ。 SFX でござるな。ま、私らだけで手に負えねえのがあっちまってもやべえしな。新しいキャンサーを殺せるなら願ったり。打ち勝て望むところやで。ねえ、おうたらぶち回したるけな。こいつ、元殺し屋の私より物騒だな。キャロル。オーライト。ジュゴ。ガチャ。気分じゃ。ありえん。オッケー、今日はこんなところね。それじゃ帰るか。ち、手応えのないやつばかりだったぜ。完全燃焼や。もうちーと奥まで行かんか。まあまあ、拙者たちの目的は映画でござるよ。わっ、総員警戒態勢。警戒で、すぐ近くに来とる。あれ、こっちに気づいとるな。殺しがいがあるな。なあ、あのキャンサー燃えてねえか。メラメラしてるでござるな。ここが岩山でよかったでござる。
こいつが普通に森とかまで移動しちまったら迷惑な放火魔やな。電子軍人手帳に登録されとらんキャンサーじゃの。本当に未知のキャンサーに出会っちまったか。どうすんだ。もちろん決まってるでござるな。私たちはヒーローよ。悲しく死ね。回復に攻撃が追いつかない。このままじゃ拉致が開かないわ。一時撤退。なんなのよあいつ。あんなキャンサーもんだよな。削ったそばから回復しようって鬱陶しいやっちゃう。近づくととにかく熱いでござる。あの市街地の焼け跡はあいつのせいみてえな。待つでござるよ。あそこからここまで来たということは、この調子で移動しよったらドームに行くじゃろ。そうね。ひとまず司令部に連絡しないと。司令部聞こえる？狭山ドームに向かってアンナウンのキャーサーが進行中よ。私たちの部隊だけじゃ火力が足りないわ。近くに動ける部隊はいない？映像はこちらも見ていたわ。回復に特化した面倒な相手ね。すでにそちらに 31A を向かわせたけど、正直対象がドームに到着するのに間に合うかはゴブゴブね。どうすんだ。決まっているわ。私たちはヒーローよ。ドームに危機が迫っているなら何が何でも食い止める。こうじゃが、うちらの力ではあいつは倒しきれんじゃろう。ヒーローはくじけない、泣かない、逃げない、そして必ず勝つ。 31A がつくまでドームを守れば私たちの勝ちよ。決まりだな。やったろやないか。上等じゃ。回復が間に合わんくらいぶち回したら拙者もやれるだけのことはしたいでござる。そういうことだそうだ。司令官、何か指示はあるか。ここはあなたたちに頼るしかない。その決断に感謝するわ。なら司令官、こちらから一つだけ頼みがあるわ。私たちがあのキャンサーに食い止めている映像をそのまま映画としてドームに配信してもらえる？映画？今基地にマッチオカがいる？ええ。 31F は基地内待機中。ゲート。彼女ならこれまでに作った映画の音声素材を全部持っているから、うまく編集してくれるわ。キャンサーの接近に不安を覚えている住民もきっといるはず。見る人に勇気と笑顔を。最高の映画をドームに届けてみせるわ。ありがとうキャロルさん。ドームの住民にまで気を配ってくれて。ヒーローとして当然のことよ。それじゃああんたたち行くわよ。ああ。何度でも殺す。お待たせ。ユッキーは援護、カサッチは最大火力で合わせてくれ。了解。キャロルたちが足止めしてくれたおかげだよ。
本当のヒーローみたいだった。ノー、私たちはヒーローよ。ああ、そうだったね。じゃあ、あの撮影用ドローンに勝利のポーズしておいた方がいいんじゃない？イエス！そうね！ヘイ、エブリワン！ヒーローは必ず勝つ！キャンサー討伐、お疲れ様でした。今回皆さんの戦闘ですが、これまで以上にドーム住民からの反響がありました。決してくじけない信念、強大な敵に立ち向かう勇気、仲間との絆、その全てが最高だったと、司令部は今回までの映画でドームに十分な希望を届けることができたと判断しました。つきましては、本日この時刻をもちまして、映画撮影部隊は解体となります。そう、ひとまずは任務は無事果たせたということね。でもエンターテインメントよりドキュメンタリーの方が人気出ちゃったのは少し残念ね。いえ、どちらもあなた方の映画であったと思います。 Thank you。 嬉しいことを言ってくれるわね、ナンセ。ま、私たちのやったことに少しでも意味があったのならそれでいいでしょう。お前が納得してるなら俺からは何もない。拙者はもう少し映画に出てみたかったでござる。別に撮ったらいけんって言われとらんのんじゃけ、休日に自分で作ればええんじゃなか。それは明暗でござるな。やめとき、休日は体休めんともらえんな。あんたは本当にやることが多かったからな。しっかり休めよ。皆さんゆっくりお休みになってください。こんばんは、キャロルさん。あら、まあ、つうかリアルタイム編集配信お疲れ様。キャロルさんたちもドーム防衛お疲れ様。でもこの舞台は今日で解体なんだってね。ちょっともったいないかも。そう思ってくれたのならやった甲斐があるわね。データベースサーバーから昔見たヒーロー映画のデータとかも見つけてさ、これから一緒に見ないか誘おうかと思ってたんだ。そうそう、昨日話してたヒーローはくじけない、泣かない、逃げない、そして必ず勝つってやつのも見つけたんだよ。え？見たのが子供の頃だったから僕も名前を思い出すのに手間取っちゃった。あのセリフ、スカーレット・ピーターソン監督の作品にはよく出てくるよね。映画館のアーカイブには一つもなかったのに。その監督の作品いくつくらいサーバーに残ってた？もしかしてお前の姉か？ええ。なんや、キャロルの姉ちゃんも映画撮っとったんか。それでいろいろ詳しかったんだな。あれ、でもピーターソンって、キャロル・リーパーは私のヒーローネーム。私の本当の名前はキャロライン、キャロライン・ピーターソンよ。そうじゃったんか。リーパーとか物騒な名字じゃ思うとったが、芸名みたいなもんじゃったか。ま、つよか、見つけたスカーレットの映画はどんなのだったの？スカーレット監督の作品は全部あったよ。それとあのセリフの元ネタもあったんだ。元ネタ？別の監督の映画？映画とはちょっと違ったかな。え？小さな女の子が登場するホームビデオみたいだったよ。松岡さんから預かったデータをアーカイブに移しました。スクリーンで見ることができますが、どうしますか？ええ、早速見させてもらうわ。ああ、行ってこい。おつ、一緒に見ないの？
ホームビデオなんやったら、まずはキャロルが一人で見るもんやろ。うちらが一緒じゃと、ゆっくり見れんじゃろ。家族水入らずでござるよ。面白かったら教えろよ。改めて一緒に見りゃいい。Thank you、みんな。では、準備します。タイトルは、Dear My Little Hero です。スカーレットはいつも言っていた。自分の撮ったヒーローで、見る人に勇気を与えられるようになりたいと。でも、ホームビデオを撮っていたなんて知らなかった。私が覚えていないだけ？私はスカーレット・ピーターソン。売れない映画監督。売れないとか自分で言っちゃダメね。本当にそうなっちゃう。人に勇気を与える仕事の人間が弱気で言っちゃいけないわ。だから私は時々こうして庭でカメラを回すの。大切なことを忘れないように、胸に刻むように。映画監督になったばかりの私は何をやってもうまくいかなかった。ただ好きなだけで成功できるような甘い世界じゃなかったから、全く観客が入らなかった。入っても罵詈雑言を飛ばされた。評論家はこぞって辛辣な批評を並べ立てた。素人作品、役者の無駄遣い、これ以上打作を生むな、引退しろ、業界の恥、追放しろ、二度と戻って来させるな。私はくじけた。泣いたし、逃げた。映画を撮ることが怖くなった。だけど、夢があったから踏みとどまれた。私の映画を誰よりも楽しみに待ってくれる子がいるから、だから頑張れた。今も頑張っている。この子がいてくれれば、私はいくらでも勇気が湧いてくる。何度映画がこけたって、ボロクソに言われたって、頑張れる。そして、この子はきっと大勢の人に勇気を与えられる本物のヒーローになれる。今はまだちょっとシャイだけど、いつかキャロルが最高のヒーローになった姿を特等席でカメラに収めるために、それが私の一生の夢。スカーレット。キャロル、あなたの夢は何？最高！ヒーローは必ず勝つ！エクセレント！本当に最高ね！そう。ヒーローはくじけない。泣かない。逃げない。そして必ず勝つ。私とこの子をつなぐ大切な四つの破ってはいけない掟。でも、きっとこの子は覚えていないんだろうな。この言葉は、この子が私にくれた言葉だったということを、いつかこのホームビデオを一緒に見た時に教えてあげたい。私が出会ったヒーローのことを、そして世界中のみんなに伝えたい。私が誇るヒーローのことを、この子が私の最愛の小さなヒーローだってことを。しまうなんて恥ずかしいわ。キャロル殿、映画館で泣くのは何も恥ずかしいことではござらんよ。コメディでも恋愛でもホラーでも、自分がええと思ったもんに涙流すのは当たり前のことや。私らが作ったバカ映画で勇気づけられた人がいるくらいだしな。じゃけあんたがこの映画を見て涙を流すいうんは、
あんたにとってこれがそれだけの価値のあるもんじゃったっちゅうことじゃ。そういうことだ。それでお前にとって姉の映画はどうだった？そんなの決まってるじゃない。世界で最高のヒーロー映画よ。Thank you.